はい、プラチャンネルです。今日は11月の最終週、八坂ダムです。まだまだ釣れるはず。スタート。さあさあ釣りますよ。よし、頑張るぞ。わかるぞ、今日は。ティップで感じるんじゃなくて、もう手で感じるって感じだね。ティップを見てしまうとどうも。見てないよ、手よ。ああ、今引っかかったじゃん。うまいこと、ゴロゴロいってる。引っかかってるぞ。おお、うん。でも遅い。今見て言ったら。うん。その前に分かってる。おお。覚醒した。ニュータイプに。今日は乗れるか。ジオングに乗れるか。あ、一気に飛んできた。は？やらかした。最近こう持ち方でこう感度が違うっていうのを今2人でいろいろ試してます。釣果には結びつくかどうかわからんけど、もう感覚をこう研ぎ澄ます、ちょっとしたあたりをこう取るのに、こう握り方でこう変わってくるっていうのを練習してます。地味だね、でもやってることがね。まあでもね、軽く持つっていう意識だけでだいぶ違うわ。いろんな竿がもう全然その感覚が違う。なんか意識がこういろんなところにファーってこうふわーんってある感じ。だからここに集中じゃなくて、持ち方一つでなんか変わるもんなんだよな。ふわーんって持つこの意識みたいなものが一番大事なような気がする。僕はそう思います。わ、大先端ができてる。おお、先端ができてるよ。乗ってない。当たりにびっくりしてすぐキャッてしちゃった。抜けた。あ、抜けた。お。おりゃ。また抜けた。もうなんなん。当たった。乗ったろ。お、海釣りの。でかくない。楽しんでる。あ、でもキーパー。キーパーだ。かなり大好き。遊びすぎた。ギリ飲んでない。ナイスウィッシュ。ナイスキーパーやろ。おびれがなんか。よいしょ、ありがとう。サンキュー。
当たった。あ、乗らんだ。乗らんじゃん。離してる。